まあ、東京も雪が降ってさ、はい、それでびっくりしましたね。すごい積もっちゃってさ、はい、寒々しいじゃない。寒かったっすね。すごい寒い。うち北と南でね、マンションのね、はい、南が夜ね、はい、ちょっと南側がね、温度計、うち内外温度計がついてんだよ。外にもある。外の温度も測ってくれる。あ、すごい。外の温度を電波で送ってくれるわけ、はい、で外の温度が南側でね、6.7度。6.7度。北側がね、1.2 度だったんだよ。うお、それこれは寒いやと思って、はい、北と南でね、温度差が5度ぐらいある。夜中ですか。夜中。でも南はそんな暖かいんですか。南の方はやっぱ暖かいんだ。6.7度もある。そんなに同じマンションで、そんな大きいマンションじゃないんだけどね、はい、北と南でこんな温度差だなって、しみじみね、はいはい、雪景色を見ながらね、雪景色見ながら温度差ってのあるなって。で部屋の中暖かいんで、また結露とか出るんじゃないですか。もう思い切り結露。結露。あなたのお尻も大結露。大結露。大出血。ほいでね、はい、このクソ寒い時にね、南半球のオーストラリアでね、はい、全豪オープンっていうね、 あちらはいい天気ですよ。今真夏だよ。いいですよね。真夏なんだよ、はい、それでそのテニスをやってんだよ、はい、そこへやっぱ例によってさ、俺のウォズニアッキーが出る。俺のマイ、もう言っちゃいますか、マイウォズニアッキー。俺のウォズニアッキーがね、はい、出ました。ベスト8まで勝ち進んだんだけどね、負けた、それでね、負け方がね、負けた相手はキム・クライステルスって言ってね、はい、ベルギーの選手なんだけどね。キムさんでベルギーなんですか。クライステルス、はあ、英語読みだとクリスターズ、これをベルギーでクライステルスって読むという。なるほど。こんな子供で分かっちゃってさ、天狗になっちゃって、天狗になっちゃって、それで、小天狗です。それでこの、ウォーズニアッキーの負け方が良くない。なんですか。あのね、ウォーズニアッキーは恋をしてるんだよ今。タクロさんに。俺じゃないんだよ。ダメじゃないですか、それじゃ。だってウォーズニアッキー俺を知らないんだもん。ダメだって、電話するって言ったじゃないですか。多分俺は、はい、ウォーズニー、何アッキー、俺は知らないんですか。俺はよく知ってるんだけど、彼女、タクロさんのこと。彼女が依然として俺を知らないんだよ。なんでですか。誰かこういないんですか、間を取り持つ。間を取り持つね、事務所がね、弱い、事務所、事務所の力が、アミューズの力を借りたい。それぐらい弱い。そうです、うん、武田企画じゃダメなんだな、うん、でウォーズニーに俺の気持ちが伝わってないもんだから、はい、ウォーズニーの野郎が、はい、やつがやっこね、恋をしてるんだよ。わ、はい、かるんですか、見て。知ってるんだ俺は。相手は知ってる。ネットで知ったんだ。相手もですか。相手がね、プロゴルファーでね、あら、あのね、マッキロイっていうね、マッキロイ、うん、全米オープンとか優勝したやつなんだよ。マッキロイ、どこのやつですか。そっちイギリス人呼んでいきましょうよ、マッキロイを。このマッキロイ、イギリス人、はい、マッキロイってなんか足が痒い時になんか塗る薬みたいじゃないか。マキロンとか。あれマキロンか。マッキロイって、マッキロイ残った、残ったみたいですね。マッキロイ、あ、マッキロイ、ハッキロイ、ハッキロイ、いや、マッキロイっていう若いね、あのプロゴルファーと恋愛してるらしい。してるんですか。それを聞いた時の俺の態度がね、いけないね。自分でですか。でテレビを切ったもん。大人げない。すっごい大人げない。それで俺、やっぱりさ、ウォーズニアッキーのお父さんに、今度やっぱり電話するわ。電話はだから本人にしてくれ。いや、ご本人にはやったけど、お父さんね、キャロラインね、キャロラインウォーズニアッキー、キャロラインね、恋愛させちゃダメだよ。うん、今、女性を捨てて、はい、試合に集中しなきゃダメだ。うん、なるほど。ゴルフの上田桃子が言ってんだよ。うん、アスリートは女を捨てなきゃいけないって。悲しいですね。アスリートたるもの、アスリートと女性芸人は、女性芸人もそうなの、芸人さんもそうですよね、捨ててますよね。だからアスリートは女の子でいちゃいけない、はい、じゃあ恋しちゃいけない。恋はやっぱタブなんじゃないかな。どう思う。やっぱり種目によってですか。恋を、いや、どうなんだろう。マラソンはダメですよね。ダメ。マラソンはだって恋してる時間ないですよね。マラソン何時間って。お前2時間50分の間に恋をす、そういうことじゃないだろ。いや、やっぱり練習しなきゃいけないし。いや、マラソンに限らないだろう。卓球はどうですか。卓球いいんじゃないですか。福原愛ちゃんは、錦織とちょっとデートしてる、ちょっと噂があったり、そうですよね、チュッチュしてるとかなんとかっていう。それっきりですよね。それっきりね、やっぱ止められちゃったのかな。錦織強くなったね、テニスが。男はこうした方がいいんですかね。わかんない。だから女性はまず一つ大テーマがあって、はい、女性、若い女性はやっぱり恋愛がさ、はい、妨げになることがあるんじゃないのかな。
結構やっぱハマっちゃうからですかね、こう他が見えなくなる。恋をするとさ、やっぱその男の人のことばっかり考えてると、試合どころじゃなくなっちゃうんじゃないの。なるほど。だからお父さんがもしその女性選手についてたら、お父さんやっぱりそこを恋をさせないようにしなきゃいけないのに、ウォーズナッキーのお父さんはね、くっつけちゃったんだ。許しちゃった。だって試合中のウォーズナッキーが試合してるところをね、マッキロイを呼んでるわけよ。だお父さんとお母さんとマッキロイ一緒に試合を見てるシーンを俺テレビで見たんだよ。その時に来たんですよ。そんなそこへマッキロイを呼ぶなんてどういうことなんだ。俺が呼ばれてないのに。だって知らないんでしょ、マッキロイさんのこと。俺は知らない。なんで知らないんですか。だから俺が行くべき場所に、マッキロイ選手が座ってるのを見て、あ、両親は許したなと恋を。なるほど。思ったわけ。おいくつぐらいですか、マッキロイは。24、5でしょ。若いです。黒さんおいくつですか。55でした。50いくつで今50。なんでそんなサバ読んでんですか、高橋さん。恥ずかしくなっちゃった、いや、自分が。マスク22ですって。22か。高橋さんは子供でもぐらいだ。高橋さんは21ぐらいだからね。あら、それはもう一番恋愛には。いいよね。だよね、キャロライン・ウォズニャッキーの負けるのはね、負けるのもしょうがねえなみたいにね、やっぱ恋。でも彼氏が見てる前で負けるのもちょっと辛いですね。いや、彼氏この時はみんな応援に来てなかったから、ね。あ、その時はいなかった。でも早く彼氏はイギリスにいるから、イギリスに行きたいんだよ。あ、試合をオーストラリア暑いところで試合なんかしてる場合じゃない恋をしてる時、そういう気持ちが試合にさ、影響を与えて。なるほど。どうも恋愛って邪魔かやっぱ。俺別にアスリートじゃないですけど、女のアスリートじゃないですよ、俺男のミュージシャンです。 お答えよお答えよ、うん、恋ですか。恋は邪魔だ。恋妨げになんないですよ、ね、坂崎どうだ、自分の人生で恋が妨げになったことあったか。何かの仕事にですか。何か。それはないですね。あ、本当。恋は恋、恋は恋、そんなことあるの。松山ちゃん。あ、そう。俺恋は相当妨げになってるよ。なります。うん、仕事する気なくなっちゃうよ。会いたくて。会いたいし、一緒にいる時間が欲しいからさ、はい、なるべくステージなんかやってらんない。ダメですよ、それからレコーディングは嫌だ。はい。だから、もちろんましてやテレビやラジオなんか出演するなんてとんでもない。うん、その時間があったら、会っていたい。彼女と一緒にいた方がいい。うん、っていうになっちゃうね。で、彼女の方はどうなんですか、でも。仕事を辞めさせる、サボらせる。仕事をもしやれば。ああ。仕事してないんだったら絶対俺のそばにいてくれっていうぐらい一緒にいたい。ジョン・レノンみたいですね。なんだよ。俺ジョンって呼ばれてたもん昔、うん、犬じゃないんですか。じゃあそれはジョンの話。ジョンジョンでもない話だな。やっぱりでもジョン・レノンもそうだったんですかね。やっぱ甘えん坊ですからね。ああ、そうなんだ。ジョン・レノンそうですよ、やっぱり焼き餅焼き、うん、いや恋はね、全てにおいてやっぱ僕は思うに恋はね、はい、妨げになってるよ。いや君ね、妨げになってないっておかしいよ。それ恋してないんだ。あ、坂崎恋したことないんだろ。嘘言っちゃった。え、嘘言っちゃった。お前恋が相当妨げになったな。じゃあなったこともあったかもしんない。ほらお前嘘つきがいい。ダメだって言ったろ。この間言ったろ。俺さ、驚きもものきやるのはいいけど、坂崎ある日が出てきたら、登場するんだったら嘘つくなよって言ったろ。お前、俺はずっと、俺こんなに正直にいろんなことを全部吐露してるのに、お前になったらいきなり嘘だらけになるぞ。いや、僕もだから今嘘を吐露しました。嘘を言っちゃう。そういえばやっぱり、まあでも妨げというか、うん、張り合いにもなりますよね。でも張り合いになったことないな。ないんですか、うん、頑張ろう、このライブが終われば会えるぞみたいな。あ、そういう意味か、うん、ないですか。やっぱりライブは、ライブはできないな。歌をその彼女に歌ってあげようって気持ち。いや、歌を歌ってあげようとかいう恋じゃないの、俺のは。どういう意味。あ、そうですか。俺の場合は歌を歌ってあげようとかロマンティックな感じじゃなくて。え、いきなりですか。いきなり。なるべくそうしていたい。坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。おねえキャラなんですけど、うん、去年の流行語大賞にもなんかノミネートされたんですね、おねえキャラ。やっぱりね、今時代はそのちょっとそういう方向に向かってる、向いてるような感じですよね。うん、なんかね、テレビなんか見てるとたくさん出てるね、みんな、いろんな人。そうですね、うん、なんか高さんが面白かったって。面白かった、面白かったですね。お姉キャラ、女性の心を持った男性のことなんですが、まあ、お姉系と思いますけども、お姉キャラの男性って美意識が高く知識が豊富、女性の気持ちが分かる、
人生経験が豊富で相談相手の最適として女性にも人気がある。男性の気持ちもよく分かってるんですね。そうですよね、うん、男だからですよね、うん、でその女性の気持ちもよく分かるってなるので、あとは美に関係する職業についている方々もスタイリスト多いね。あれ立候さんとかしましたね。そうですよね、優しい人たち多いですよね、そういうのね。あれだってさ、ゲイバーへ行くと、はい、すっごい楽しいのは、はい、彼女たち、彼らみんながさ、すごいサービス精神が旺盛で、はい、すごいなんていうんだろうし、とてもなんか痒いところに出かけてくるような扱いをしてくれて、はい、なんかその話術が、はい、巧みで、うん、話がうまいんだよ。だから俺喜びにしてる店なんだけど、はい、好きだもん。ゲイバー落ち着くな、なんか楽しくて勤めちゃおうと思う。それはない。それを坂崎。年齢的にも無理だよ。さ無理だ。話題にはなりますよね。あそここのババアがよって。そんなに黒が。吉田拓郎が最近ババアになりやがって。すげえ老けてんだよって。拓郎が。タッコだけはそばに来るなって言ったけど、来るんだなあいつがってね。あいつが来るんだ。呼ばなくても飲んでねえのに横に座って酒飲むんだよ。それはタッコババア結構行くんじゃないですか、業界の人。業界の人がタッコを見に来るから田辺さんとか行けないですか。ああそうか、タッコついに店開いたらしいな。そうそう、タッコ開こうかな、店開こうかな。すごい、みんな来てくれるかな。僕は1回です。1回だけか。1回しか来ないのか。頼むよ。いやでも本当にあのマツコさんとかミッツさんとか、うん、頭もいいし、ね、すごく優しいですよね。下だよね、みんなの、はい、春野愛ちゃんとかあれ人をね、この間ねテレビ見たらね、面白かったな、綺麗な人だよな。一番、世界一になった。あ、世界一になったんだ。ああ、うん、綺麗。世界一かよく分からないけど世界一なんだよ。世界一か。世界一なんだよね。やっぱり一番僕らが覚えてるところで言うとカルセルマキさんですよね、最初。あ、そうか。元祖と言いますか。あ、そうか。どれは三輪明宏さん。三輪明宏さんですよ。うん、女装家ですか、三輪明宏さん。どうなの、女装してるんじゃない、黒とかで。そうですね。カルセルマキさんは手術しちゃったんですよね。ああ。うん、今でも本当に多いですよ、ね、ちょっと怖いって。お前手術するわけじゃないんだけど、今自分で考えて置き換えたんですよ。怖いと思って、どうしようか、怖いと思って、どうしようこんなとこ吹っ飛んで見るのが怖いです僕。え、俺を見せてやるよ。怖い怖いね、それは怖いな。坂崎が怖い、俺。お前除去とかしたら怖い。やめてくださいよ、もう。さて、それでは今日はですね、うん、驚きもののけ半世紀は1981年なんですね。昭和56年を特集するということで、うん、あの謎の覆面バンドが吉田拓郎さんのオールナイトニッポンに乱入したという年なんですね、うん、そうですか、はい、あの年ですか。いよいよなんですね。あ、いよいよ謎の覆面バンドが、はい、あのラジオとかを賑やかせるようになってる。覆面バンドとして、まずは覆面バンドとして。なるほど、ね、アルフィーとしてはまだまだまだ地味な、まだ時間がかかるんですか。地味な活動、もう早く出てきてくれよ。アルフィーとして、お前下積み長すぎる。でも一応ツアーとかやってるんですよ。あとでタイトル言いますけど、あとでタイトル、ツアーのタイトル聞いて笑ったよ俺。お前ら真面目になれって言いたい。あの頃からお笑かしバンドだな。笑かしですか。いや、そのやっぱビートボーイズとして、うん、ね、初めて拓郎さんとお会いして、ね、いろいろとお話をさせていただいて、あの話なんかしてないよ。そうですか。お前ら英語でひどい英語で、ガムから来たって言ってたよ。そうですよ。なんだ、外国人のバンドなんだけど、どこから来たんだったらガム島ですって。バカ野郎。ガム。ユアソング知ってますよって言いながらね、うん、マンなんて。そうだよ。英語ほとんど喋れない、ね、マンなんて。マンなんて。そうそう、じゃあその、ビートボーイズの曲を聴きますかね。はい、はい、詳しい真相は11時台で後ほどね、はい、お話しします。ビートボーイズでショック拓郎23。さあそれでは新しいコーナー行ってみましょう。一刀両断天狗仕分け。のどかですね。人間誰しも天狗になってしまう時がございますが、有名人やリスナーの微笑ましい天狗エピソードを紹介するコーナーです。天狗の中の天狗本間天狗の拓郎さんと間抜けな天狗トンマ天狗の私が
天狗道を判定して仕分けします。ランクはおい、はい、俺は天狗の中の天狗じゃねえぞお前。俺こいつ人聞き悪いよ。本当だ、人聞きが悪い。ほんま天狗って天狗の中の天狗、本物本物天狗とは黒沢とってさーっと読むから よくないんだよ。そうですよね、よくこだわってくる。天狗の中の天狗じゃないぞ俺は。そうだ、そうですよね。坂田君は間抜けの天狗なのかい。よく分かんない。失礼な、失礼な。旅の後あたりで本当は天狗だったとかやっこ言ってますけど、一応でもランクは小天狗、中天狗、大天狗とございまして、大天狗に選ばれると天狗グッズにサインを入れてプレゼントします。ちなみに天狗ではなくてこれはわがままで単なると、判定されるとトンマ天狗になりますということで、拓郎さん確かに天狗の中の天狗ではないですよね。もう天狗の中の天狗ってとんでもないですよ。天狗になったことないですもんね。俺天狗はないと思う、ね、自分で自分をね、自分でこう反省したりね、自分のことをいろいろ振り返ってみるけどね、振り返ってみるのもいいさ。だから天狗はね、僕の人生に1回だけですね。ディスコでみんな吉田拓郎知ってるかい。あいかんな、ああいうこと言っちゃいかんよ。でもそんですぐ反省したとこがいいですよ。すごい反省してすごすごい引き下がるところがいいだろ、うん、天狗なりかけた。これだよあのね、はい、31歳会社員のゆきちゃん、はい、女性の私が同性のタレントやモデルで天狗だと思う発言を聞いてください。それは雑誌などで綺麗を保つコツは何ですかと聞かれた時に、はい、特に何もしていませんよという白々しいコメントです。ありますね。私は何も努力しなくてもあんたたちと違って綺麗なのよという上から目線に感じてしまって、この美女天狗というふうに思ってしまいます。私の心がブスなんでしょうか。違います、これは女天狗です。え、女天狗。私の心も少しブスかゆきちゃん、ちょっとブスだ。ちょっとブスですかね、うん、でも確かにこれはありますよね。あのね、雑誌なんかで私綺麗に保つコツは何ですかと聞かれた時に、私特に何もしてませんよって、ちょっと天狗になってるっていう、ね、なってる、ね、これは分かるな、これは大天狗ですね。大天狗だね、お、そんなのなんですか。何今のトントンは。足音かと思って。あとミュージシャンとかで、うん、ちょっと売れたりなんかして影響されたアーティストいますかって、ね、いませんってやつがたまにいるんですよね。いませんっていう人、ね、あんまり人の聞いたことないです。あの嘘つけ、嘘つけと思う。坂崎はそういうの嘘つけと思う。もうな、影響され誰かには絶対影響されてますよね音楽は。ああ、うん、されてないっていう人もいるかもよ。いるのかな、うん、例えばベートーベンとかベートーベン天狗になっても俺はもう全然いいと思う。ベートーベンはバッハが天狗だったって話は聞かないからさ。聞かないっすよ。聞かないだろ。聞かない。シューベルトは随分天狗だったらしいなっていうの。モーツァルト大天狗ですか。あ、天狗だったねあれ。天狗だったんで映画で見たら。あ、映画で見ると。うん、天狗だった。結構俺ここにあるんだよ。はい、ラジオネームケンケン。はい。30歳の女の人ですよね。私の愛してやまない中島みゆきさんは天狗ではないですよねって書いたんだけど、はい、個人名が出てくるんでさ、いやそれはあまり言いにくい、それは違うよ、中島みゆきは天狗だよと俺も言いにくいけど、はい、言いにくいけどってなんですか。言いにくいけどさ、はい、中島みゆきじゃなくて、歌を歌ってる人とか、はい、お芝居してる人とか、この所詮芸能人というやつらはな、やつらはな、やからはね、はい、これは天狗だよ、うん、どっかだからさっきの、化粧品運で私は何もしてませんって言って、みんなね、はい、業界のやつら天狗、どっか古天狗ぐらいはあるね。ありますね。あるよ。どっか。自分が有名人だからっつうのはどっかに。あるよ、アルフィーなんか大天狗だよ、なんで俺これから見ると。僕ら天狗ですか。天狗だよ、だってあの写真集見ろよ。先週も言ってたけど、あんなのでいい。そんなの2週間にわたって言わなくてもいい。あんな写真集出すなんて明らかに天狗だよ。なんでですか、あれ天狗で人を舐めてるもん。僕らはやってるの何ですか、いろいろ企画したスタッフがいるんで、その通りやってるだけです。違う、あれはお前たちが、企画してきてもお前たちが嫌ならやらなきゃいいんだから、やれをやってるところが天狗の心よ。天狗の心は父心。父心もべば命ですよ。絶対そう、ね、天狗。アルフィーなんかも大天狗だね。そうですか、うん、そうかな。これは、うん、浦安のひろし君から来てますね。私が天狗を見つけたのは天狗を見つけたって言うんですね。学生時代コンサートの警備をしていた時に見た
アイドルのコンサートです。ほらまたこれも芸能人ね。曲の合間の MC でそのアイドルは黄色い声援を送る女性ファンに向かってこう叫びました。今夜のお前たちが一番綺麗だよ。羨ましいと思ったことも事実ですが、こやつ天狗に違いないと思った。それは何、アイドルが言ったから天狗だと思うことか。アイドルが今夜のお前ら一番綺麗だぞってファンに向かって言ったんです、ね、ファンに向かってアイドルが今夜のお前ら一番綺麗だぞってのはいい言葉でね、はい、これなんかもステージから言いたくなるもんね。みんな綺麗だ、今夜みんな綺麗だぜとか言いたくなるな。これは天狗でもないですね。これはないよ、すごい褒め言葉。サービスで。サービスじゃない、褒め言葉。褒め言葉。お前サービスって言うところが天狗なんだよ坂崎が。お前天狗ですか。お前天狗だよ。俺天狗ですか。俺に言わせると今の、これはサービスですかって軽く言ってしまうところ明らかに天狗だよ。そうですか。そういうの天狗って言うんだよ。これを天狗。隠れ天狗だよ。もしくは隠し天狗。この小隠れ天狗だよ。小隠れなんだ。まめに隠してるから。じゃあこれは天狗じゃない。ということで、トンマ天狗ですね。他にありますか。これはね、はい、PTA 会副会長の上田ってのが天狗だというふうに書いてあるんですよ。実名ですか。実名です。おそらく私の記憶に残る天狗第1号だと思うんですが、はい、この彼女上田ですね。あ、女性ですね。女性。彼女は立候補者がないその役目を、はい、その PTA の役目をですね、うん、みんなから用意されて引き受けました。はい、渋々引き受けたような顔をしてたんですが、ね、そのプライドが満たされてるのが見え見えでした。ああ、実はやりたかったんですね、うん、さて仕事が始まると予想を裏切ることなく彼女は腕を振るい始めました。はい、運動会の準備中和気あいあいと仕事してるスタッフに向かってこらトロトロしないで走れとまるで我が子を叱りつけるように怒鳴ったんです。ああ、またある時は懇談会に自転車で来校した保護者を校門で待ち受けて、うん、門入ったら自転車降りると怒鳴った。ああ、全く校長にでもなったつもりなんでしょうか。あの上から目線、うん、名前も上田だしこいつは天狗じゃないか。上田保護者の間ではそんな彼女の間になると少々顔を引きそらせてあの上田さんねすごいよね頑張るねとなります。その言葉を素直に受け取ると彼女はますます活躍してしまいます。なるほど、これは天狗ですか。これ天狗じゃないね。これは何ですか。上田立派だね。当たり前ですか。やるね上田って感じだね。なかなか他の人がやんないことやってる。こんなねあの PTA のね、役目を自分でね、あのまあ本当にやる気がないようなふりをしながらやってみせ、やるとなるともう校門のところで立っててさ、あの PTA しかしない自転車降りてごらんとかって校長でもないのにって書いてある、はいはい、校長の気分になっちゃってるわけこいつ偉い偉い立派こういうのはやり手やり手なんですね。はい、続いてはこちらのコーナーです。驚き桃の金半世紀回る回るよ時代は回る。ヒットソングや出来事など振り返りながらこの半世紀を1年ずつ検証していくコーナーでございまして、今日はですね31年前の1981年、昭和56年を特集します。寺尾明さん、元サベージですね。そうか、サベージだね、はい、サベージなんだったっけ。まあ、いつまでもいつまでも、はい、この曲で井上明さんのアレンジも注目されましたね。そうだね、うん、ルビーのこれレコード大賞でございましたね。うん、売れたねこれ、はい。1981年主な出来事と言いますと、まず拓郎さんは35歳ですね、はい、僕は27歳でございましたが、うんうん、なめ猫ブームいましたね。なめ猫、うん、免許証みたいな免許証これ、うん、ありましたですね。セーラー服とか学ランを着た猫の写真やポスターが流行りましたね。なめんなよというタスキをかけていたためになめ猫と呼ばれるようになりまして、下敷きなど150種類のなめ猫グッズが販売されて、中でも、ここに今ありましたけどもね、不良猫の顔写真入りの車の免許証のパロディ商品が大ヒットしました。可愛かったですねこれね。ほう、なめられたら向こうって書いてあります。はい、それとドラマ北の国からがスタートです。佐田さん、これずっとあーあー言ってるだけ。あーですね。詩の方はだから十曲目それしか。あ、今煮詰まって詩で あーだと バレちゃうから。あ、いいえいルだとゆきさゆさんですもんね。ルルルルルなっちゃうから。ハははーあ、そうか。
民謡になっちゃうな。民謡ですね。うん、え、この曲「北の国」からですね、初めは連続ドラマだったんですかこれは、ね、うん、でもって、7月21日千代の富士が第58代横綱になった年でございました。バルトが優勝したね。しましたね。やりましたね、うん、最後はバルト千秋楽さ、はい、兄ヘラヘラしちゃダメだな、あの負けたからって負けてさ、ね、なんか奥さん綺麗な人だったけどなすごくそうですこのみんな奥さんに注目がいったね、はい、十分綺麗な奥さんだね、白い着物が似合って、ね、て日本髪言っちゃってさ、はい、綺麗な人な、バルト手振ったりヘラヘラしてダメだな、あよっぽど嬉しかったでしょうね。ダメだよああいうのね、ああいう態度に出す、はい、ダメですか。相撲は相撲はね難しいですね。相撲はあれああいうの似合わないんだな、なんか、うんうん、裸でふんどしめてるとああいうポーズがちょんまげ言って裸でふんどしめてるとさこのこういうの確かに V サインとかああいうの似合わないんだよ、うんうん、ポーズが。そうですね、やっぱ厳格な感じがあった方がいい、ね、やっぱりさこう武士らしくさムッとしててほしいな。インタビューとかねヘラ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 答えんじゃないこらって言いたくなるね。言ってきますじゃあ。言っといてくれバルトに。バルトに。うん、はい。7月29日、うん、イギリスのチャールズ皇太子32歳と当時20歳のダイアナさんが結婚されました。すごい結婚式だったね。そうですね、うん、これ千代の富士の横綱と同じ年だったんだ、意外ですね。千代の富士横綱霞むね。ねえ、だって1週間しか違ってないんだろこれ。そうですね、21日と29日ですもんね、うん、当時20歳でしたもんねダイアナさんね。ダイアナさん綺麗だったな、はい、97年に交通事故で死亡されまして36歳でしたね、うん、はい。9月1日ピンクレディが後楽園球場で解散コンサートです。あ、そっか。あら、そうだ、ピンクレディも解散。あのね、ピンクレディの解散後はねキャンディーズほどね、はい、あの大騒ぎになってないんだよ ね、 ですね。だからあんまりみんなよく知らないんで。それはあれですか、やっぱりそういう言葉とかもキャンディーズの方がインパクトがある言葉、普通の女の子に戻りたいとか。いや、ピン仕掛け方の違いじゃない、芸能界の。あ、ピンクレディよりキャンディーズの方が派手に仕掛けたよ、いろんなことを。ピンクレディはこの前にアメリカに行って行ったりしていろいろね、ちょっとね、いろいろなんかマイナスの要素が働いてたからね。ですけども30年後の2010年9月1日に解散やめ宣言しまして、今でも現役でやられてますね。まだピンクレディっていう、ピンクレディやってますよ。疲れるって言って2人で頑張ってますね。もうピンクレディみたいな感じですね。この後は拓郎さんやアルフィーの1981年を振り返ります。それではいよいよ吉田拓郎さんの1981年を振り返りますが、はいはい、3月13日、はい、オールナイトニッポンで大事件が起こります。それが吉田拓郎死亡放送事件。これすごい。こういうの流れたんだよ頭にですよね。頭にこれはびっくりしますよ。俺ね、たまたま自宅で聞いてたんだ。聞いてたんですか。この野郎何すんだよって思った俺。拓郎さんは実はこの日は風邪で発熱と胃痙攣で出演できないって言うんでピンチヒッターで、うん、日本放送のアナウンサー、うん、某塚ちゃんがですね、うん、塚ちゃん勤めたということなんですが、うん、それを拓郎さんご自宅で聞いてて。聞いてました。俺その事前に浅野さんからディレクターの電話あって、はい、今日浅野さんちょっと本当申し訳なくていけないんだけどごめんねってことは、はい、大丈夫ですよこっちでやってみますからとか言って、はい、いつもそれでちょっと企画させてくださいって言うから、はい、俺多分吉田拓郎特集かなんか組んで、はい、俺の曲なんかいっぱい流すんじゃないかなって、はい、誰がやるのとか言ったら局のアナウンサーでとか、はい、なんとかと言って言ってさ、はい、でちょっと企画しますんでとか言ってやらせてくださいって言うから、はい、いいよって。俺まさかさ、はい、こんなことになると思わないからいいよって。そうですよね。こっちで聞いてたらいきなりね、はい、これ暗い始まりだったよ。そうですよね、うん、それで特別番組吉田拓郎さんを偲んでというテーマで進行してって、うん、でも番組中死んだとかっていう言葉は一言も言わなかったものの、うん、かかった曲がですね、うん、自殺の歌、うん、歩き疲れですね、うん、それとかどうしてこんなに悲しいんだろう、うん、とかですね、まあ追悼食一食の放送になりまして、リスナーの問い合わせの電話が鳴り続け、マスコミも駆けつける大騒ぎ。そうだよ、こんな深夜放送ある、ね、これまでにマスコミが駆けつけちゃったんで何かあったっていうんでポール・マッカートニーの死んでるっていう噂よりももっとなんか切実な感じですね。次の日の新聞で出ちゃったんだから。出たんです。これはもう抗議の電話がすごくてですね、うん、まあ約30分後にこれ冗談ですと言ったんですが、うん、まあ
タクロさんと電話つないでやり取りしたみたいですね。30、40分ぐらい経ってから電話かかってきて、すいませんタクロさんとか言って浅野が慌ててて、ちょっと出てください、元気の声出してくださいって、なんだよお前、あひでえじゃねえ、俺もラジオ聞いてたからさ、ひでえな、おいとか元気な声出してください、元気な声出してくれ、浅野さんも言うことめちゃくちゃだよ。いや、やった後にやっぱやばいなと思ったでしょうね。もっと思ったかな、あの人思わないよ、ああいうことやったかなぐらいな感じだよ。で、翌日の朝日新聞でも行き過ぎた深夜放送とかですね、悪いシャレ、行き過ぎた深夜放送っていう見出し、俺覚えてるよ、覚えてます、覚えてる、朝のこれ見てどんな気分なんだろう、いや大騒ぎになりました本当に、この時編成だった亀口さんがですね、あの辺りから世の中やっちゃいけないこと、放送タブーが出てきたと話されてるらしい、亀渕さんが、それまでやりっぱなしだったのか、それまではやりたい放題だったのが深夜放送とか、それがさすがにこれ行き過ぎだと、タクロさんもなんかご実家から電話があったっていう、俺放送最初のあたりをね、広島が聞いてたらしくてね、電話かかってきてね、あなたどうしたのとかって、俺もしもしって言ってるから、あらタクちゃんどうしたのってから、どうしてもこうしても俺風邪ひいてんだよって、ラジオ聞いてんだろうとかって、今聞いてたらなんかすごいことになってるって、そうですよ、やばい、いやこれはだからさ、それうちの家族がびっくりしたぐらいだから、そうですよね、それはやっぱ聞いたラジオ聞いてた人たちはさ、ファンの人たちも含めて、それはびっくりしました、のことになるんです、浅野さんがさ、結局こういうことに気がつかなかったっていうことがディレクターとして天才的だね。やることが浅野さんすごい、すごい話題作りがなかなかここまでね踏ん切れないよ、今時がやっこあたりの若さじゃ、やっこやれったらできないだろこれ、できないよ、来週やりましょうとか言って宣言してやるもんじゃん。来週2人殺しちゃうの俺たち。いや浅野さんのこの辺はやっぱり切れてるとこで、切れてるね、あのディレクターは確かに、やっぱこういう手品やる人だからね。この程度の親指のね、親指のこんな手品見た、親指の手品今小学生でもやる、あれでもお酒飲んで酔っ払って手黒線手品見ませんとか言って、なんだなんだとか思ってると親指こうやってチクチクチク伸びた伸びたとか言って、バカ野郎おめえその程度の手品かよおいって、親指伸びたって小学生でも伸びた伸びたほら伸びたとか言って、とんでもないディレクターだよあの人。今天国で、天国で手品やってる、絶対手品やってる。そして、4月の5日、そんな中ですね、タクロさんシングルを出します、サマーピーポー、サマーピーポー、太陽の光は、これあのビートボーイズにも入ってたな、入ってました、あれは一番新しい曲やっぱり入れとかなきゃまずいだろう、そういう配慮か、はい、あの曲だけ一番新しいの入れさせていただきましたけどもね、でもってですね、先週もタクロさんにちょっとお話ししてくださったんですが、ニューヨークで陽水さんとビートルズ歌ってたら陽子さんにね、まったりと出くわして、ポールの歌を歌ってたんで、これ罰悪いなっつって非常に罰が悪かったです。おの陽子じゃないかよ、ジョン・レノンの曲歌ってないじゃないか俺たちは、気がついた時はもう遅いんだ、あそうだった、オールマイラビングだったんですよね、あそうだ、それが実は4月の16日から1週間23日に行われたニューヨーク漂流24時間コンサートというやつで、タクロさんと小室さんと陽水さんが、要するに小室仁志がニューヨークの自分のフォークソングのルーツを探っていこうという企画が TBS でなされたと、すごいです、それしかし小室仁志だけじゃ地味なんで、タクロ陽水参加してくんねえかという企画で俺たちは乗せられていっただけで、確かにタクロも陽水も何にもすることない向こうで、小室さん以外、小室さん陽水さんはライブとかやんなかったんですか、小室さんは向こう行って、いろんなところで歌ってるんだけど、はいはい、だからあ小室さんは歌ってるんだ、メインの、だからその取材班というか、ラジオチームは、小室さんと取材チームで動いてるわけ、俺と陽水はほったらかしにそのホテルで、夜まで晩ご飯まで待っててくれって言われて、そんなだったんですか、全然暇だったの、それで2人でしょうがないからダコタハウスの方行ってみようとか言って、はいはい、2人で歩き散歩して、で歌でも歌ってようかここでっつって、この辺ってさちょっとかっこいいじゃないとか、ここはニューヨークの有名なセントラルハウスだとか、歌ってようとか言ったら目の前を世の一応おめでとうさ、俺たちはね全然ね付け足しだったの、あじゃあカメラ回すのもちょっとだったんですか、タコさんたちはカメラなんか待ってラジオだ、ラジオだけだから、じゃあラジオのテープとかも、そう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 、俺たちはだから、小室さんに、小室さんが例えば、ニューヨークにあるボブ・ディランが歌ってたライブハウスとかグリーンジビレッジのかな、なんかその辺ですよね、確かにそういうとこで、歌うとか呼んで、オデッタも呼ぶからとか、オデッタなんて今時誰も知らないんだ、オデッタ呼ぶからとか、そういうの呼んで小室さんも歌ったったりして、そういうとこ見に来ないとか言われたら陽水と二人で行ってみようか、合流するとか、そう小室さんはじゃあコンサートをやる、あの人が自分のやりたいことをやってるだけで、俺と陽水はやりたいことを何もしてない、
2人でついていっただけなの。でも TBS ラジオで1週間、うん、だからラジオがよく金出したってことだよ。いや本当ですよね。TBS が、うん、すごいなこれ。こんなわがままな陽水と拓郎が、はい、よく2人分旅費とホテル代と思ったなと。本当ですね。そうなんだ。泉谷さんはもうすでにフォーライフを去っていた。こんなフォーライフに俺はいたくないって言って去ってた。すごいですね。すごい早かったですね。それで現地では陽水と俺が何もしてなかったっていうことを象徴する事件があった。はい、ついて1泊目か2泊目か忘れたけども、夜俺がだいたい夜の11時半頃かな、もう部屋でさすることないわけよ何も、はい、ちょっとその辺ブラブラしてみようかなとホテルの夜ですか。いや夜の11時ぐらい、ホテルの近所で、まあ、飲み屋とか、まあ、ちょっといかがわしい店なんかもあるだろうから、はい、そういうとこ入ってみたいなと思って、ホテルの周りをこうぐるぐる回ってて、はい、ただ向こうの方から暗闇から、ちょっと俺より背の高い男がポケットに手突っ込んで歩いてくるんだよ、あれ見たことあるなと思ったら井上陽水がこう歩いてて何してんのって言ったら君と同じって言われた。さすが君と同じって言われて、あお前も散策してるのねって。なんだ俺たち暇だなおいっていう感じで。え、田村さんも1週間いたんですか。じゃあいましたよ最初の日から。1週間もなかったけど3、4泊ぐらいだったけど、はいはい、いたニューヨークにいた。はい、うん、すごいですね。でもこんなラジオ番組をでね、こういう組めるっていう企画をね、ありえないね今時。今じゃありえないですね。せいぜい俺とお前が日比谷公園行くぐらいだからな。1メートルぐらいのマイク持ってコードが短すぎてマイクがその程度です。すぐそばにヤッコがいるからさ、うるさくてやりきれない。そうです。本当でもすごいですね。ラジオでこんな豪華だね。小室さんはでも後にレコード CD になってますね。これ。まあ、CD になってるんですか。なってますね。そうですか。うん、小室さんはそれは実り多いさ、ことだったと思う。で、陽水さんと拓郎さんは実りも何もない。おまけで。ただ行っただけで。ニューヨークまあ見学できたっていうことで嬉しかった。陽子さんにも会えて。会おうとして会ったんじゃないけどね。それは偶然。なるほど。そうだったですか。そして、9月の5日、シングルですね。サマータイムブルースが聞こえる。これが9月の5日でございます。かなりやばい線になってきた。ああこの後アルバムの無人島でか。そうか、この頃サマータイムブルースもよくライブ。この辺はだから松本隆とたくさん組んでるね。あ、そうですね。で12月5日にアルバム無人島でが発売になりますね。で、前半は拓郎さん作詞、後半は松本隆さんが作詞と、そういうアルバムでございます。そうでしたか。これは忘れましたよ。忘れました。松本さんとずっとコンビを組まれてて、この頃ほらアイドルの曲をたくさん松本隆と作ってたんで、まあ、俺のも書いてみようっていうことなんじゃないのかな。松本君と結構一緒にいる時間が多かった。そうですよね。うん、2枚まとめて作っちゃった時からずっと。そうだね、松本結構いる。そうですね。この頃松本さんもすごい量産してましたね。すっごい数書いてる。すごいですよね。それこそ松田聖子から吉田拓郎まで、はい、幅も広いしすごいよ。はい、うん、ゆるみのメナットはハードロックです。鉄道、道路、高層ビルなどあらゆるものを支え私たちの安全を守ります。ジャケットにですね、切手のギザギザがあるじゃないですか。それをこう作って、シングル の紙の写真のとこに、ね、だから何だから洒落てるな。どこが洒落てる。アイデアです。涙でさよならはとてもつぶれます。いや、他の人のにも似てるな。いろいろ売れなかったな。売れないよこれ。ダメですか。ダメだもん。ダメか。やっぱり一生懸命歌ったのにな。こういうんだったらいっぱいいたからさ。そうですね。こういうのさ。で僕らコントやってる割にこういう曲歌ってて、その落差を、落差っていうか見えないくなってくんだよこっちから。何やってんだよ。温かくない手紙終わったら今度モノマネやってましたんで、温かくない手紙を歌って叙情派かなと思わせたら、はい、いきなり今度覆面パンド覆面かぶるんだろ。そうなんですよ。流れがないって先週言ったら、流れが一作一作打ち切られてんだよお前たちの企画が。その覆面バンドビートボーイズがシングル版ショックタグロ23を発売します。覆
面バンドって言うけどさ、はい、覆面バンドっていうのは、ええ、実際に覆面をかぶってるバンドのことじゃないんだよ。名前を伏せてるバンドですね。世間ではさ、名前を隠して歌ったりするの覆面バンドって言うんで、お前たちみたいにデストロイヤーみたいな覆面かぶってくるのは覆面バンドって言わない。あの最初はですね、うん、アルフィーっていう名前を隠して覆面バンドで出そうと、うん、タコさんおっしゃる通りだったんですよ。だけど覆面バンドなんで覆面かぶっていけって言ったのが関口さんです。この企画がね、もうどうしたらいいんだろうね。覆面バンドだったらお前オールナイト行くとき覆面かぶっていけうちの関口さんが、ね、アルフィーがここまで売れなかった原因の一つに、はい、関口のさ持っていき方に無理があるんだな。やっぱりマネージメントに、あいつのマネージメントにやっぱ大里と違ってさちょっと大里はやっぱキャンディーズの売り方がうまかったしさ、解散のさせ方もうまいんだけど、はいはい、どうも関口は一発一発で単発だね企画が。そうですかね、宛先のない手紙から覆面バンドへ行っちゃう流れがさ、唐突ですね。唐突っていうかもう考えられないもんね。実は、オールナイトニッポンの番組の企画、これも浅野さんが仕掛けたんですが、うん、浅野さんがですね、僕に、あの坂崎こうちゃんね、うん、あの拓郎でスターズオン45できないかな、実はこの年にビートルズのメドレー、スターズオン45があって、あれすっげえ面白かったんですよ、ね、面白かった。僕らもすごいよく聞いてて、うん、あのやんないかって言われたんですけど、僕も実は考えてたんですよ、その時。拓郎さんとかですね、他に日本のフォーク系であるかなと思って、いくつかこう、うん、あの自分の中でアイデアをまとめてたんですけど、うん、やっぱり拓郎さんしかないなと思ってたとこに、ちょうど浅野さんから、うん、やんないかって言われたんで、あ、ちょうど僕も考えてたんですよっつって、それでやったんですよ、これ。日本放送の1スタでですね。これは関口は噛んでないのか。やろうって言った時は噛んでないです、ね、よかったな。そこにまた言って一言言ってるとお前たち違う方向行っちゃってるやろ。そうですよね、間違いない。こう後ろ足を絶対違う方向行ってる。制作するまでは浅野さんと僕ら3人で、うん、やってましたね。よかった、浅野さんもいなかったですけど。あ、そっか、ね、ほとんど浅野はいいと思うんだよ、企画するのうまいから面白いから、ね、うん、よかったよ関口いなくて、うん、実はこのビートボーイズですけども、参考資料がございますね、うん、1981年ディスコ調に乗せてビートルズの曲をサビ部分をメドレーでつなぐショッキングビートルズ、スターズオン45など、著名アーティストのメドレーものの世界的流行を受け、吉田拓郎のオールナイトニッポンの番組企画で拓郎のメドレー曲をアルフィーが制作。これは思わぬ反響を呼び、アルフィーの名を伏せ覆面バンドビートボーイズ、の名前でスターズオン23、後にショックタクロー23と改名ですが、改名、はい、ってか、これクレームついちゃったんで、CD はこの名前で発売されました。現在廃盤ですね。ビートボーイズとはビートルズとビーチボーイズからもちろん由来してるんですけども、歌ってるのは誰かとクイズを出したんですが、ほとんどのハガキがアルフィーとの答えだったということで、当たり前じゃない、がっかりですね。いや、がっかりでもそれももっと言うと、もっと言うとさ、これ歌ってるのお前じゃねえか全部そうです、ね、このお前さ、これあの桜井も高見園も歌ってないもん、ほとんど歌ってる、うわうわ言ってるけど、はい、坂崎が全部歌ってんだよ。そうですよ、だからこれはお前のシングル版じゃないか。あ、そう、あ、じゃあ坂崎幸之助先生お前の唯一のシングルだよこれ唯一のシングル、そうだよ、そのシングルですか、そのシングルだよ今聞くと全然似てないですね。全然俺に似てないじゃないか、全く普通の俺の、だからお前が自由に歌ってるだけで確かにお前が俺の曲をパクってるだけだカバーしてる、カバーしてるだけでさ。でも当時としては、うん、吉田拓郎をやる人はいなかった。もうちょっと真似ろよお前、もうちょっともうちょっとどうせやるならだけど日本放送の一スタで、うん、本当に数字時間で僕らだけでやったんですから。よくやったよな、本当に偉いと思うよ。大変でした。俺これ聞かせてもらった時もう小躍りしたもん浅野からすごいの作りました。俺らも聞きました、オールナイトニッポン拓郎さんの小躍りしてる俺小躍りしたもん、すんげえ面白いもんできたと思って。面白いですね。拓郎さんでも最初は分かんなかったんですよね。分かんなかった、誰だとかって言って途中から分かり始めたよ、ええ、だって全部歌ってるのお前だもんそうで、拓郎さんがアルフィーだろって言ったのをすごいよく覚えてますよ。アルフィーだよ。でもあの頃って僕ら拓郎さんとそんなにお会いしてないですよね。そんなってない、何度かまあそれ違うぐらいの、そんなってないけ けどアルフィーしかいないね。浅野とか考えたわ。そうですよね、うん、あ、そうだ、オールナイトニッポン僕もやってたし、うん、っていうのがあるから面白いことやる連中なんです、ね、浅野が何か仕掛けるっていうのはアルフィーだよ。あ、やっぱそうですね、浅野は。そうです、ね、浅野力量からしたら力量そうかそうか、うん、それでなんだ。ちょうど僕もまだ2部やってる頃でしたもんね。そうだよ、そうだそうだ。で、メンバーの名前をですね、僕がジョン・ノレンですね、うん、はい、高見沢がポール・マッカーサー、桜井がジョージ・ハリセンですね、うん、でどうでもいいんだよ、リンゴジュースはメンバーにいなかったんですけど、
でお前たちはこの時ラジオの中で、はい、確か俺がどっから来たんだよって聞いたら、はい、Where are you from? とか言ったら、はい、ガムって言ってたよ。本当ですか。お前らガムから来たことになってるなんだこれ。そうだ、ガムから来たバンドなんのかって。そうなんです。なんか俺覚えてるよ。実は、吉田拓郎さんのオールナイトニッポンに覆面をかぶって乱入しましてですね。びっくりした、いや緊張しました。でも暑そうだったな。なんか夏だったかな。あ、そうですね。確かお前暑だったよ覆面が。あ、夏ですね、うん、高見沢を覆面しても輪郭が高見沢なんですよね。おでこが輪郭が分かっちゃうんだよな。輪郭が、そうそう、面白かったけど。これはだけど覆面かぶって歌ったことあるの？どっかあるんですよ実は、ね、あのこのレコード出た後に、うん、その企画がいろいろあってですね、うん、あのビートボーイズで拓郎さんのメドレーを、うん、まあ、3、4分にまとめてやって、うん、袖にパンって引っ込んで、うん、その間新助から誰かが大阪の番組だったんですけど、うん、繋いで、うん、すぐ覆面を外して、うん、でアルフィーになって出てきて宛先のないといけないって言って。おかしいよそれ。そのやり方売れないよ。そんなやり方どっちかにしろよお前。どっちかにその両方をいいとこ持ってて押し付けて売ろうとする浅ましさ、浅ましいんだやり方が。こんな両面がありますよっていうのを。いや、そのこんな両面なんかはまだなくていいんだよ。お前一面だけで売っていかなきゃいけないのに、その辺からもうね二面も見せようとする。普通はでかくなってヒットして、そうだよ、大物になってから二面三面があるとこを見せて笑かすとこを見せる。お前らもうデビュー売れてないのに天狗だった。天狗でお笑い、お笑いでお笑い天狗。この頃ってでも完全にお笑いですよね。お笑いだった今思ったら。確かに俺が言うのって分かるだろう。お前たちは音楽じゃ売れないけどお笑いかなんかで売れるんじゃないか。多分お笑いかなんかだと。確かに言われました。絶対言ったら俺ね、間違ってなかったと思ったもん。あの時のでも拓郎さんのオールナイトニッポンは、うん、僕らにとってもめちゃくちゃあの嬉しい事件だ。だって2時間出っ放しだもん。そうです。その後タクロさん家行ったんだもん僕ら。その後行きたいな俺ち。そうそう。それで車分けて乗ろうっつってタクロさんのベンツに僕が乗ったんです。あ、そうだったか。そう、緊張しました横で。あ、そうだった。助手席ですよ。あ、そっか。で2人は多分マネージャーさんの車で行って横浜の家まで行って、そっからあのご乱行がすごかったんですね。本当にご乱行もうねおぞましい。夜中3時ですよラジオ終わったの。終わったのが3時だから。そうですよ、酒飲みが始まったら4時頃だな。うち着いてからだ、はい、4時頃から朝さ朝飲んでて8時まですごかった。その後お前ら歩いて仕事です。歩いて帰ったんだろ。そうですよ、タコさん送ってくんねえよってしょうがない。だってタコさんもう日射病で倒れちゃって死にそうだったんだ。タクロさんの自宅のスタジオに6時ぐらいですよ朝そう入っていろいろ出てくる。あれ確かゆいのやつ呼んでお前レコーディングするからエンジニア呼んだよな。お前ちょっと録音取れとか言って朝の6時ぐらいですよ。朝の6時に呼び出されて俺らいいのかなと思いながら。ゆいのチーフの方です。チーフのエンジニアを呼んでお前ちょっと俺らの 今から録音するから。タクロさん酔っ払ってっから、あのタクを全然あの扱えなくなっちゃったんですよ。タクロさん音出ないじゃないですかって言ったら、いや待ってろ今呼ぶからって朝の6時9時前にね人呼んじゃったんだ。呼んで、で1曲か2曲録音したんですよ。したね。その時なんか縦笛があったね。僕らのね、あのロックンロールの曲があったんで、オリジナルがロックンロール、あ、ね、知ってる。お前の体を感じていたい。どうした？うん。幼な心抱きしめてくれ。そうだ。長いそれをみんなでやってるこれだよ。で僕らの曲はロックンロールナイトショーだ。イカレと今夜のサタデーナイトシルバーにもこれを2曲タックルさんが感想で俺笛吹くそれもあのスタジオに横たわっていた縦笛の民芸品の縦笛ですよ。尺八みたいなあの今のロックンロールの感想に入れたんですよ。もう酔っ払ってっから何でもありまるで小野陽子が感想なんか入れてるみたいな。本当ですよね。それで拓郎さんって多分ね
8時ぐらいだと思いますよ、ね、で水まきに行って庭に拓郎さんの庭に水まきに行って立派な庭があったからな立派な庭にホースで、うん、ホースで水まきで僕らはそのスタジオの中でそのエンジニアさんとミックスダウンする、うん、感想の笛聞きながらですねこれでいいのかとか言いながらまあ吉田拓郎だからいいんだよとか言いながらですねほんで、庭に僕ら戻ったんですね、うんもう10時ぐらいだと、うん覚えてました俺ちゃんと今帰っていったんだなと思ったもんだからまあめんどくせえからいいやってで歩いて帰ったら歩いて帰ったって言うからああ歩いて帰ったんで車呼べばいいのに僕ら仕事があったんで あ, そうだ、ね、あそこなんかねうちから駅まで遠いんだよすごい遠いです坂道ですよ、うん、相当歩いたんでだから歩きましたでしかも僕ら酔っ払ってますもんものの40分ぐらいかかるよそうですよ、ね、40分ぐらい楽器持って歩いてるんだから、はい、楽器持ってたから、ええ行きはベンツで行ってもらえ帰りは楽器持って歩いて帰り楽器持って酔っ払って小田急線の駅捨てられちゃったちょうど売上枚数を超えてしまったんだねそうですすごいじゃんこのレコードは一部で話題となるぐらいはどう思ったわけ、ええ、本当はまあうちの制作担当だった高見沢ですけど、うん、あそうだったの、ええ、はいもういろんな曲を作ってました自分で曲書いてたわけだからね、はいうん、それで、うんいろんな船頭の多い中ですね、うん、ああしろこうしろ、うん、こういう曲がいい今度はこれが流行ってっからこれがいいとか言われながら作ってたんですけど、うん、この曲僕らだけで作ったんですよね、はい、作ったっていうかその繋いで楽しんで作ったのが、うん、今までのレコードよりも一番売れたっていうことで、うん、バカバカしくなっちゃってたみたいな、ね、じゃあ好きなことやろうぜっつって、うん、自分たちの好きな音楽をやろうと、うん、それであの心に決めたみたいですそれはいいきっかけになったわけこの曲は本当にそれまでは人の言う通りのことをやってきてて売れなかったんだけど、はい、好きなことをやった方がいいんだよこれならでそれを徐々に徐々に高見沢職っていうか、うんまあ、アルフィーの得意な曲になってくる、うんうん、得意なものが分かってくるんだよ分かってきました、ね、これまでは得意なものが分かってないのよいろんなことができたんでできたっていうか中途半端だお前天狗だっていうのいろんなことをやってはいるんだけど、ね、どれ一つちゃんとしてなかったんだよそれはそうなんですよね、うん、どれ一つね、すごくなんかこうね心がはいこもってねやってる感じがなかったわけ、うん、なんかやっぱり一つ形になってとか、うん、そのヒット曲が出たり認知されてからだったらよかったんですけど その前にいろんなことやりすぎですよねそうだよやりすぎ全然見ててもね、あのいろんなことやりすぎだなと思うもん俺見ててもうここでなんか歴史を見てて、はい、このあのビートボーイズもこんなことしなくてもいいじゃんと思うこれも入ってるけどその中にたまたまこれはヒットしてよかったけどさ、はいだどっちかっていうとやっぱりいろんなところに顔突っ込んだりいろんなことやりすぎてるよね、うん、やっぱもっと一個のことを貫いてやれって押さないとさ、はい、やっぱファンとして俺がもしファンだったら分かんなくなるのみんなよくついてきましたこの人よくだからあのルーテンからついてきたお前たちのファンっていうのは俺ラジオ聞いてる人がいたら、はい、お前たちは偉いって言ってあげたい、ね、ありがとうございます本当にそうだよルーテンからだよあのそうですよね売れない頃の、六本木六本木ルーテン頃から応援してるやつがいると思うんだよ、ね、本当ありがとうございますあれが約20人か30人ぐらいあの子にいたんだから4、50人かそうですねその後4、50人 今でも何人かいや今一人も残ってないみんな見限っちゃった見限られた見限っちゃった続きまして10月 TBS ラジオ冗談音楽工房放送開始これもすごい番組でした今だったら放送できないような歌ばっかりです替え歌を歌ってたんですけどそういうことするからいけないんだな拓郎さんの歌もよくもじらさせていただいてそういうね人参なんてと人参なんてなだそんなことばっかりやってきゃいけないのよそれがまた中途半端に受けるもんだから調子こくだろ、はい、それを天狗って言うんだよ調子こいて調子こいてたろ坂崎は天狗じゃない調子こき男お前はお調子者単なるお調子者今ラジオ聞いてる人がそうだそうだって言ってるわ拍手してますよみんなしてるねお調子者だよお調子者ですよすぐ調子こくんで坂崎家ですねこれあ君んちはね、はい、弟あのあれ兄貴見てると分かる調子こけだもんお母さんも調子こけやってくださいですかどうも吉田拓郎さんですか坂崎の母ですいつもお世話様調子こいてますよね調子こいてる絶対調子こいてるいや冗談音楽工房伝説の番組です本当にすごい番組あのお母さんの声ってさ常に薬効の手元にあるのあるの薬効はいつも出すよ吉田拓郎さんあれジングルなんですよ坂崎の母ですあれいつまで手元に置いとくの誰か捨てろよあれを兄貴は出てくるし兄貴までもういいよ冗談音楽工房、半年やったのかなあ3月もそうですねで、シングルが10月21日通り雨雨の中まあ、この歌はちょっとまだ自由に作ったって感じではないんですけどないじゃないかまだいやこの次ぐらいからですねこれ何秋元じゃない
この B 面です。あ、 B 面が秋元康のデビュー作ですね。 B 面の言葉にしたくない天気。秋元にまたあれだね、踏みにじられていくんだ、ね、みたいにされて秋元康のデビュー作ですよね。うん、坪野さんがそれを B 面にしちゃったんだ。まあだってまだ新人ですもん。新人というかこれですよ。これあ、これ桜井じゃん。これ僕ですね。君か、はい、お前なのこれ、はい、お前どういう声なんだよ。誰ですか、お前の声は。七色の声。いや違うんだよ。七色って七色ってすごい素敵なんだけど、これどこの誰なんだっていうか声なんだよ。曲によって通り雨っていうのは誰が作ったんだよ。通り雨は高見沢が書いたんですが、詩は違う人だったな確か、ええ、で、アルバムオールマイティ何ですか。アルバムタイトル考えろ。もうちょっとオールマイティです。オールマイティなんて変なようなタイトルつけんじゃない。アルフィーを象徴してるタイトル。してないよお前たち。何がオールマイティだよ。お前たちね、こういうところのセンスないね。アルバムタイトルオールマイティ。天狗ですかね。おかしい。で10月21日にはアルフィー初の本、本、ね、その名もアルフィーが初めて出した本 I love アルフィー。だからおかしいってば。アルフィーだろお前たちは、はい、アルフィーが初めて書く本に I love アルフィーっていうの。じゃあ俺が最初に書いた本は吉田拓郎を愛してるっていう本なのか。そんなお前天狗があるか。いや僕らがアルフィーを愛して、そんな天狗なあれ。お前らがアルフィーを愛してどうする。まだみんなを愛してないんだよお前たちを。本当ですよね。お前たちだけで勝手に愛してどうするんだよ。アルフィーが初めて出した本 I love アルフィー、お前らが勝手にじゃアルフィーを愛しててどうすんだよ勝手に。おかしい。でうちのスタッフはですね、今アマゾンで中古の本を検索しましたら一冊発見したそうです。このアイラブアルフィー値段2万円ですって。あ、そんな。ほら拓郎さん、だから天狗になるはずですよ。いやこの頃は全然誰もアイラブアルフィーなんかどうでもよかったんだよ。売れ勝手にしろよって。売れてないから、数が少ないから貴重なんですよ。そうだ、ね、オールマイティっていうタイトルは、ね、カタカナにしても変によくないし、響きとして英語としてもオールマイティなんて使わないよ今で。使わないですか。おかしいね。はい、で僕ら80年代に入ってやっとツアーが、できるようになりましてですね、ツアータイトルなんかもつけながら、やっとできるようになりました。1980年が、フォークソング機構アルフィー歌い歩き。81年がちょっと待って、ちょっと待って、はい、ツアータイトルなんだと。フォークソング機構アルフィー歌い歩き。お前らフォークソング機構じゃねえだろ。機構なんかしてないし。アルフィー歌い歩き、あちこち回ったですよフォークソング。これ誰が考えたんだ。フォークソング機構アルフィー歌い歩きって関口じゃないかこれ。関口さんかな、うん、覚えてないですよこれ。関口っぽいよ。アルフィー歌い歩き、はい、俺絶対これコンサートツアーのタイトルで今つけないだろお前。いや今はありえないですね。で81年ぐらいに幼くて愛を知らずツアータイトルが、はい、幼くて愛を知らずっていうツアーなの、はい、そういう曲があるんですけど僕らに。おそんなのどこお前たち幼くて愛を知らずなんだ。お前たちのツアーとそういう曲が あるんですけど。曲があったら何でもいいのかじゃあさバカ野郎。こんなツアータイトル幼くて愛を知らずってツアーやったの。それでその81年の後半はオールマイティー。オールマイティーっていうツアー。何ですか。あのね、オールマイティフォークソング機構アルフィー歌い歩きから、はい、幼くて愛を知らず、はい、次はオールマイティ、はい、こんなツアーやってる人いない。オールマイティはですからもうビートボーイズも登場ですよきっとね。ビートボーイズどうか知らんけどビートボーイズがあって、うん、あって先の絵って感じですよ。わかんない。わかった、わかったことは一個ある、はい、お前たちはバカだね。この頃からバカですねやっぱり。バカだね、それは関口を筆頭にバカだね。みんなですか。この後は81年のヒット曲を特集します。バカだよ。さて年下がどんどん売れてきますね。しょうがねえな。年下がどんどん売れてきます。こちらも年下でございますね。ああフォークデュオガム愛はかげろう。愛はかげろう歌のままの命。これはちょっとこういうコーディションことかもうありふれてるな。そうでしょ、そうでしょ。んいやある日面白いでしょ。まあある日の方が面白いことは面白いけど、それは面白いだけだよ。ある日の方がバカバカしくてまあやってられるって。ただねそれはねでもね坂崎ね、はい、俺がね、はい、この頃35だったのか知らないんだけどね、はい、いくつだったかは別にしてアルフィーに対して思ってる気持ちを言うとね、正直に言うとね、
アルフィーの方が面白かったよ確かに本当に。だからか面白いから俺アルフィーの味方だったんだよ気がするの自分が、はいはい、面白くなかったらもう蹴ってるね。あそうです。やっぱアルフィーは俺会ってみても面白い3人だったし、そういうところがあったんだよ、はい、だから音楽的には俺全然評価してないけど音楽的にはガムだろうがなんだろうがどうでもいいんだけど、はい、アルフィーも、ただ面白いところが俺にとってすごいチャーミングに映ってるわけ。あチャーミングって大事なんだよ。嬉しいですね、うん、チャーミングな人間かどうかっていうのはね人間の魅力を語るとき大きい。なるほど、うん、嬉しいですね。僕は神様にそういうところがあったよアルフィーって。そうですか、うん、なんか愛せちゃうところがあった。最初は僕らでも怖かったんですよ吉田拓郎さんってのは。いや怖いでしょ。怖いですよ、うん、どうやって今でも怖がれよ少しは。怖いですよ今でもお前どうやってお話をしたらいいかとかすごい緊張してた。今でもお話っていう言葉遣いしてるよ。お話をさせていただくのかそうだよいや嬉しいですよ。でも拓郎さんにずっと可愛がっていただいてました。大事なことなんだ人間、うん、俺ずっと生きててね、うん、人間ってねそういうチャーミングかどうかっていうのはすごい大事な要素だね、うん、それがある人は愛されるよ、はい、いずれ。いやだから拓郎さんがなんでアルフィーをそんなに可愛がってくれるのかなっていうのは。そう音楽的に高い評価を与えてるわけじゃないんだよないんです、ね、そうじゃないないな、ええ、なんか愛すべき人間がそこに3人いると嬉しいです、ね、それなんか好きなんだな。あなんか感動しちゃった。もう帰っていいですか。あ俺がか言うことは言ったから矢野彦さんの春先小紅。ほらこれは CM からスタートしたのかな伊藤さんってことは。そうですねきっとね。まあでも矢野さんのね、そのヒット曲としては代表作になっちゃいますもんね。それとユーミンですね。足の綺麗な守ってあげたい。本当好きだったな。好きだったです。これね、はい、50年代アメリカンポップスの香りがしてんだ。ああそうですね。だからね、これ好きなやつは、ね、そういうの聞いてたし洋楽好きな人ですよね、うん、で逸話真由美さんの恋人よ。この曲あたりから逸話さんはなんかアメリカンロックじゃなくなってきましたね。逸話真由美で ね面白いエピソードがあって、はい、明石家さんまがやってる番組で、大阪だけでやってるさ、番組があるんだよ、テレビですか。テレビで、それをよくテレビであのスカパーでやってんで、見てんだけど、ずいぶん昔になるけど、あのこう、パネルがあってそこに逸話真由美がこうパッと入っててね、この歌手は何ていう歌手かっていうのか当てるんだけど、若いやつが、この逸話真由美をこの五輪って呼んじゃって、このなんやねんこの五輪っていうのはオリンピックからなんか出たかとか言ってんの知らねえな時代が変わると、ね、時代が変わるとこんなもんだなと思う。うちは冗談で五輪真由美さんって言ってましたけどね。でも逸話真由美さんっていうのは知ってる。逸話真由美って知ってる。ギターすごいうまい。僕は拓郎さんが、フォークビレッジかなんかで逸話真由美さんをすごい推してたのを覚えてるんですよ、高校の時に。こいつね縄跳びっていう曲の時に縄跳びってなんかそういう歌で。こいつねギターでしたけど、キャロル・キングとかね、ジェームス・テイラーっぽいねギター弾くんだけどね、ピアノで弾き語りやってるイメージがあるじゃん、はいはい、ギターがうまいんだよ。あその時ギターだった。これはね拓郎さんがずっと逸話真由美逸話真由美って言ってたんですよ。逸話はねギターうまかったな。僕はびっくりしたことある。でもキャロル・キング、あの少女を弾いてるのはキャロル・キングなんですよね。キャロル・キング、ね、向こうであの弾いてる。これらもちょっとキャロル・キングのあの一番最初デビューの時はね、それは金子陽明が絡んでたのよ。デビューにね、ヨーデルの、そうヨーデルの金子さんが絡んでて、逸話っていうのがいいんだけど拓郎弾いてくんないとか言ってました時に、はい、あの俺その曲聴いた時はあんまピンとこなかったんだけど、ライブ見に行って、ギターがうまいのびっくりしたね。かっこよい。オープンチューニングみたいなの弾いてんだよ。あそうですか。すごいもん。その後ずっとピアノのイメージです、ね、ピアノになっちゃったね。なるほど。五輪さん逸話真由美さん、そしてアイドルの歌もたくさん生まれました。まずはマッチの「ギンギラギンにさりげなく」ですね。ギンギラギンさりげなく二人の子ね、マッチ若いね。あ若い、かわいいですね。これ間違いなく売れるヒット曲ですよね。共演さん、やっぱり共演さん。あこれ伊集院静香なんだ。伊集院静香さんですね。でマッチといえば今度トシちゃんですね。トシちゃん、恋はドゥ。この頃はでもトシちゃんとかと一緒によく
出てたな僕らもな、なんだかお前たちは、はい、トシちゃんともいっぱい仕事やってるだろ。はい、キャニオン、同じキャニオンですか。そう、じゃあ同じキャニオンとかでも、はい、しなくていいのよ別に。直子さんだけど、そのだからさ、しなくていいわけある種の路線が決まってれば、あ、そうなんです、ないんだけど、お前ら結構ね、路線がねバラバラだから、うん、出ちゃったり、いろんな人とやってるんで、出てますね。その分だ、顔は広がってはいるんだけど、徐々に徐々に顔だけは広がってる。そうだ、うん、で、テレビ番組ではキンドンですね。キンドンから出てきました、3人組のイモキントリアのヒット曲、ハイスクールララバイ。これは曲細野さんですね。アイアムオーですよね。作詞は松本隆さん。忙しいですね。そしてある意味アイドル的な人気も誇った横浜銀杯のすっぱりハイスクールロックンロール。今日も元気に土管を決めたらヨーランスやったな銀杯は。この行ってきますはうちらのステージでコントで桜井が横浜銀杯の真似して行ってきますってやってました、ね、お前路線を決めろよ頼むから路線を何でもやるなっての流行ってるもん。何でも流行ってるもんすぐやるんだからもう待っちゃうよ。で松田聖子さんが社会現象なんです。これだろうやっぱり。はい、成功がやっぱこの時代の何のかんの言ったって象徴ですね。てっちゃんね、うん、松田聖子に勝てねえな。この曲は財津さんですか。あ、そっか、財津さんなんだ。この年あと風立ちにもそうですね。これは大滝さんですよね、うん、これは大滝のメロディーで完全に大滝さんのメロディーですね。そして白いパラソル、あ、もうこの辺は本当に聖子ちゃん一色ですね。うん、それでもね、はい、俺松田聖子の歌あんまよく歌えない自分がいるんだけど、それは歌えないじゃないですか。チュールリーチュールリーラーなんでサビったら歌えなかったよな、はい、青い珊瑚礁がちゃんと歌えないっていうのは、ね、エメロが歌えないエメロ歌えないんだよね。そして大人の渋めの曲も国民の心を取られましてですね、まずは石原裕次郎さんのブランデグラス、これでおよしよ、うん、裕次郎に憧れたからな。裕次郎さん、なんで裕次郎に憧れたんだろうと思った。拓郎さんの世代はやっぱそうですね。俺高校の時だけど、中学高校って裕次郎になりたかったな、うん、なんか裕次郎の髪型、裕次郎の着てる洋服の着方とか真似したかったんだよね。やっぱ映画を見てって感じ。映画もちろん映画ですよね。テレビじゃないんですよ、うん、映画館で裕次郎を見て憧れるんですね。そして西田敏行さんの、永遠の名曲、もしもピアノが弾けたなら、もしもピアノが、これは作詞阿久悠さんですね。この辺の作家陣、阿久悠さんも恭平さんも松本隆さんもすごいですね、うん、いっぱい作ってるけどみんな残ってますよね曲が。これは池中玄太80キロの主題歌ですね、うん、そして、大滝詠一さんの大ヒットアルバム「ロングバケーション」から「君は天然色」。ロングバケーションは日本で初の CD ですよね確かね、うん、やっぱ松本の詩がいいですごいな、ね、何か企む表情は別れの気配をポケットに隠してるから松本どうして、だから松本がこれ自分でやってたんだからおかしいんだよ。唇ツンと尖らすで松本が尖らせたらおかしいでしょ。おかしいですよね。別れの気配をポケットに隠しているわけないんだよ松本は。そうそう、詩を書く人がさみんなそうだったら大変なことだよ。よく書くね、うまいな本当に。で81年の流行語です。えぐい、えぐいやりましたね、うん、悪が強く喉をイライラと刺激する味がある、絵柄っぽいという本来の意味で用いたがすごくかっこいいといった意味で使われたというエグい、エグい、クリスタル族、クリスタル族だよな。これは田中康夫さんの小説なんとなくクリスタルから来てますね。カタログ文化にかぶれた若者のことをクリスタル族と。このなんとか族とかいうのはずっとどの時代にもあるね。昔はそのみゆき族、みゆき族とかそうですね、なんとか族っていうのがねありますね、うん、タケノコ族もあった。あ、タケノコ族もありますね、うん、最近はもうないですか。やっぱり族っていうのはあるんだね。族ね、族がありますね。粗大ゴミっていうのはこの頃ですね。定年後家でゴロゴロして妻の目障りになる夫のことを粗大ゴミと言われてるんですね。気をつけなきゃね小池探偵のね。利用価値もなく
かといって捨てるのも大変であることから、箸置きも気をつけなきゃいけない、はい、その後濡れ落ち葉と言われるように、濡れ落ち葉と言われないようにしなきゃだよね。そうだよ、みんな気をつけてよあとは人寄せパンダ、今客寄せパンダと思いますけど、ああ人寄せパンダ、これ田中角栄さんが言ったんですね、うん、東京都議会選挙中に、私は人寄せパンダ頼まれればどうか見るって言うと、誰が真似してくれって言ったお前ね、そういうとこすっごいね、お調子者の調子こきだよ。なんででしょうね、なんでだろう、子供の時からです、俺そういえばお調子者だな、授業中とか坂崎家のお調子者、本当ですね、本当だね、授業中やってました、家族揃って調子者なんか番組みたいな、うん、そんな番組だったらいいだろうね、家族揃って調子者、パン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 、こんにちは坂崎でーすって言ってて、司会お前だなと思う審査委員長お母さんだろ家族で、家族で番組やってんの本当に、人寄せパンダということですね。婿養子の田中直樹さん、今の、防衛大臣ですか、そうそうそうですね、のが、あね、今話題になってますけども、種真紀子さんの夫さん、夫さんじゃない、夫さん、夫さん、夫さん、力出まかせだろ夫さんって誰だよ奥さんは聞いたことあるけど夫さんってなんだ、本当じゃないんだ、夫さん、舞子さんの夫さん、はい、防衛大臣でございますね。あとは江本さん、阪神の江本武則さんが、うん、ベンチがアホやから野球ができへん、言ったね、はい、引退されるわけです、ね、こういうことをやっぱり言おうよな、うん、言おうよ、あのこういうさ、これは天狗になってるわけじゃないですよね、違うよ、これはこれやっぱ思ったことで、そうそう、これはやっぱりさ、正直に言ったんだ気持ちを、うん、そう思ったんだよ、本当にベンチがアホだと思ったんでしょうね、思ったんだよ、首脳陣を批判してタイガースを追われて引退それはちょっとかわいそうだけどでもこういうこと言って引退したんで、今でもテレビとかのコメンテーターとか、やっぱこの、ね、この一言がさ印象的なんだよ、そうですよね、江本は、その後の江本さんの人生にはやっぱり相当影響されてました、ね、そう、こういうのをある日もやっぱり頑張らなきゃダメだな、なるほど、うん、あちこち手出し、大人彼主義はダメだね大人彼だからいろんなことやってるんですか、僕やってるんです、こういうこと、大人彼主義であっちに嫌われたくない、こっちに嫌われたくないってやってるとこうなるあっちで敵を作る前、こっちで仲良くしよう、そんなことばっかり考えてると、嫌われたくないって田口さんも言ってたよね、え、俺はいろいろこうあってここへたどり着いたお前らまだ売れてないんだろ、まだ、はいはい、売れる前からそんなこと、ね、そんなことばっかりしてんだよ、あそうか、売れる前は別に嫌われても、売れる前は我が道を行く気はないんだよ、とにかくお前行かないですね、行ってない、我が道がまだ分かってない、全然行ってないです、次の年あたりからだよな、多少本当期待していいかよ、どうだろうな、ダメかな以上、驚きもおなき半世紀でございました。来週は、82年を特集します。いい子だよな今週も始発の心なかったですね、このところね、ないですね、時間が押しちゃってっていうか、もうしつこいしつこい、確かにしつこいです、ね、でも来てんですよ、メールはたくさん来てますけどね、はい、しつこいまたじゃあ面白いのがあったら、そうですね、はい、来週いよいよ驚きもおのきは82年で、うん、これでいよいよアルフィーがヒットする前です、メリーアンの前の年、前の年だからちょっとこう花火に火がついたぐらいの感じの、そうですね、徐々に導火線に火がついたぐらいのところに行くのかな、はい、いやいや楽しくなる、やっと拓郎さんは王様たちの入って王様天狗の絶頂期
絶頂天狗これまた楽しみですね。来週まで来週の話したくないな。明日のオールナイトニッポンゴールドはゆずのお二人です。ここまでのお相手 THE ARFIE 坂崎幸之助と吉田拓郎でした。また来週。